こんにちは、すずです。はぁだよ、もうすずの音チャンネル。私今屋久島縦走中なんですけど、2泊3日で山に泊まっているんだけど、はぁって感じなの。もうやばいよ。なんかさ、今鹿のさ小屋に泊まってるんだけど、人めっちゃいるの。山小屋多分満室なぐらい人がいて、転泊してる人も私以外にもいて、なんかめっちゃ混んでるんだよね。まあ今5月25日で着投げ登山の、なんだろう、屋久島でもう美しい、もう見ごろな、一番綺麗な山みたいな時期だから登山者多いんだけどね。だから利用者が多くてね。で、それはすごくいいことなんだけど、屋久島にとってはすごくいいことだし、私も嬉しいなって思うんだけど、今回シャクナゲを見たいっていうのが、まあ、まず一つと、もう一個が、なんかこう、静かな場所に行きたいと思って、この、木々と触れ合って、山道歩いて、で、なんか人疲れちょっとしてたから、人離れしたいって思って、行ったんだよ。で、したらさ、もう、多分1年で一番なんかいい時期だから、めっちゃ人がいて、なんなら里より、自分の住んでるエリアより人がたくさんいて、でなんかすごい人疲れしちゃった。人疲れからこう逃げてきたのに、もうさらに人疲れしちゃって、なんかすごい綺麗な景色を見れたの嬉しい。あと、まあ、友達に山に会えたのもめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、なんかもう絶えず人がいるから、まあ、黙々とね、一人で歩いてる時間も長いんだけど、前後誰かがいる気配がする。まあ、姿は見えないけど、いるんだろうなって感じがすると、なんかこう、居心地が私的には悪くて、で、普段私って人があんまり行かない山に行くことが多くて、急登で人気のない山で、そうするとなんかすごい楽しいの。あの、同じ日に登ってる人が1人とか0人みたいな、そんなような場所にね、行くことが今まで多かったんですけど、このドシーズンのさ、この山に入ることって今までなんかなかった?なかったっていうか、もうあんまりなかった。まあ、富士山とかもそうだったけど、で、先月来た時とか、先月縦走した時とか全然人いなかったのに、もう今人がいすぎてやばい。人がいすぎてやばいよ。なんか嫌なことをされたりとか何かあるわけじゃないけど、なんかっていう感じなんだよね。まあ、これも多分自分のなんかメンタルっていうか、なんか時期によって、あ、人がいっぱいいて楽しいって思う日もあるんだけど、なんか今は違うのを求めしたから、なんかこう、どこで私は息をしたらいいんだろうって思っちゃった。どうしよう。あ、せっかく山に来たのにさ。ちょっと寂しいなって思うぐらいがいいんだけどさ、こう独り言言ってても誰にも聞こえないなっていう距離感みたいなのがあればもう十分嬉しいんだけどさ。
もうあんまりないから辛い。まあなんか梅雨の時期に人が少なくなるから、その時行ってきたらいいんじゃないってさっき友達に言われて、そうしようって思ったけど、なんか今回、まあ、魚毛は綺麗、森の様子はもう天国みたいに美しかったけど、なんか人が多すぎて疲れちゃった。なんか例えばさ、こんにちはとかって言われてさ、もちろんこんにちはって言うし、言われたら言うしさ、言われなくても言うしさ、なんだけど、なんかあんまりなんかこう自分の世界に入りたい日だったから、なんか話しかけてほしくなくって、普段だったらこう楽しく話すんだけど、なんかそれでほら宮の浦だけって結構急登がね、最後1キロきついから、あー疲れたねーとか、あーしんどいねって言われると全然苦しくないんだよ私ってゆっくり登ってるから、自分のペースで歩いてるから全然きつくなくて、なんかそうですねってこう、なんて言うんだろう、同意する、思ってないのに同意するっていうのがもうしたくないから、なんかなんて返していいかわかんないなと思って返せなくなっちゃったんだよね。なんか疲れてる、あ、なんか疲れた、きついねって言ってる人に対して全然っていうのもなんか感じ悪いのかなっていうか、良くないのかなとか、何を返していいか分かんないなって思ったら何も言えなくなっちゃって、なんか相性悪くなっちゃって、それがなんか悪かったなって思うと、さらになんか自分ってなんかもうちょっと、なんかそういうコミュニケーションが苦手なモードに入ると本当に一切ダメなんだなって思っちゃって、ごめんなさいって感じだったし、なんか自分もどこに、なんか居場所がどこにあるんだっていうか、なんか分かんなくなっちゃったんだよね。まあ何が言いたいか分かんないけど、山に来たのにあんまり一人になれなくて、人がたくさんいて、で昨日泊まった淀号もめちゃくちゃ人がいて、なんかまあ天白だからめちゃくちゃ近いわけじゃないけど、距離が近いわけではないけど、なんかちょっともうちょっと静かな場所で過ごしたかったなって思ったらね、なんかこう今めっちゃ文句っぽくなっちゃうけど、ほんとくたびれたその辺の道でくたびれてるもうここで野宿でいいやって感じなんだけど、ほんとくたびれた。あけちゃん、あけちゃん、慰めてきてくれた慰められてる、あけちゃん、あなんか慰められてるんだけど、まあそんな感じです。ここでもうちょっとこの法華経を聞いてちょっと法華経になりきって過ごそうと思いますじゃあね、あー、ほけちゃう。